大志郎2030は、のりひろまさやによる漫画作品、スーパージャンプにて1997年21号より2004年16号まで連載された。遺伝子がすべての優劣を決めるという思想、徹底的な管理社会、人殺しの心理、理想号が抱える矛盾など、人間の持つ負の側面に深く踏み込んだ骨太なストーリーに加え、 どんなにシリアスな場面でもギャグを挟むのを忘れない、作者のスタイルも健在で、本作において一種のシチュエーションコメディになっている。ひたすら暗く絶望的な世界観の中、主人公とヒロインの、会いたいという一途な思いを貫く姿と、主人公の相棒の存在が、人間の心の強さを表現している。煽り文では本作を、近未来 SF 冒険セクシーバイオレンスラブロマンス。 センズリコメディチンコ漫画と表現した。週刊少年ジャンプで水の友達カッパーマン、レスリングウィズモモこと二作続けて失敗した作者は少年漫画家として生きる道を失ってしまい漫画家生命をかけた作品が本作であった。スーパージャンプではモモコの続編を描くつもりだったが編集長に却下され本作が描かれることとなった。とっても概略は ぼんやりしていたといい、いわゆるギャグ SF にするか、ストーリーものにするかすらなかなか決まらず、1話はどちらにも転用できる作りになっているという、ありがとうございます。